音楽の小部屋の撮影、昨年の3月から、始まっているんですけれども、ほぼ全てに私は関わらせていただいていて、単純に、演奏をする機会が、保てているというか、むしろ増えているかもしれないんですけど、それくらい自分にとって大切な演奏という機会を、保ち続けていられるのは本当にありがたいことで、自分の、技術的な面もそうですし、精神的な面でも、支えになっているかなというふうに思います。ソロもそうですし、アンサンブルでもたくさんの曲を弾かせていただいて、一曲を選ぶのは非常に難しかったんですけれども、私が一つ選びたいのは、バイオリンの小林かなさんと一緒に演奏した、ブラームスの、スケルツォという曲をあげたいなというふうに思います。音楽の小部屋というと聴きやすい曲だったり、演奏もわりかししやすい曲が、多かったかなと思うんですけども、この曲を弾いて以降、なんかすごく本格的な曲がどんどん増えていったなという感じがしまして、コンサートでもなかなか弾く機会のない曲をここで取り上げられたのはとても嬉しく思いました。いつも音楽の小部屋を応援してくださりありがとうございます。おかげさまで音楽の小部屋500回を迎えることができます。この音楽の小部屋では演奏だけではなく、録音、録画、編集、そして YouTube へのアップと全ての作業を自分たちで行っています。この作業を全て500回、500日毎日続けるということは、並大抵のことではなかったかなというふうに思います。ここまで続けてこられたのは本当に皆さんの応援のおかげだと思います。そしてこの活動が私たちの、自信にもつながり、そして、今後のコンサートの、演奏でもますます楽しんでいただけるように、私たちもさらに、パワーアップ、スキルアップしていけたらなというふうに思っています。まだしばらく、コンサートを自由に楽しめる日々がやってくるのはもう少し時間がかかるかもしれませんけれども、この音楽の小部屋で少しでも癒しになったり楽しい時間を持っていただけたら嬉しく思います。これからも応援よろしくお願いします。